今回はリミちゃんのね机を私がプロデュースするという企画でございます。はい。前ね、100均でね、まあ、ちょっと模様替えするものを購入したので、今回はね、もう使わないなと思われるものは徐々にね、ちょっと片付けたり処分したりして、もうちょっとね、もう3年生も半ばを超えてるので、すっきりしたね机にねしましょう。はい、まあリミちゃんはここでね宿題とかやらないから、どうしても勉強道具とか置いてないんだけど、うん、リミはねリビング学習が好きなんですよ。なのでね、うん、電話鳴ってる。はい、ということでね、ちょっと中断しちゃいましたが、はい、はい、ちょっとね、じゃあ片付けていきましょう。はい、はい、じゃあ頑張って、またね、綺麗になったら撮影したいと思います。頑張って、やる気出して。